熟語の戦略。どうもちゃ、篠原です。今回はですね、英語の戦略の英熟語編ですね、について話したいと思います。で、英熟語なんですけど、これちょっと厄介で、そもそもあんまり勉強しなくてもいいんじゃないかと思っている人が結構いるんですね。で、ところが、英語の熟語って、まあ、知らないと読めない。あるいは、意味を大きく勘違いしてしまうっていう。まあ、単語はね、もう知らなかったら知らないわと思うけど、熟語は知らなかったら勘違いして読み飛ばしてしまうことがあるんですね。で、あれなんか話全然噛み合わねえなと思ったら、ああ、これ熟語だったのか、みたいな。なんかそういうことは結構往々にしてあるので、これが読めないっていうのは、長文全体の理解にも関わる非常に大きな問題になります。ですからですね、僕としては、まあ、英熟語に関しては、まあ、きちっと勉強することをお勧めしていますし、まあ、逆に、熟語を勉強しないとですね、ちょっと、まあ、なんでしょうね、誤解が生じやすいと。しかも、そんなに重要性を、あんまり教わってない人が多くて、なんか、熟語帳持ってないですみたいな人結構いるんで、ちょっとね、熟語についての認識をこの動画で改めていただいて、きちんと戦略的にやっていこうという感じですね。で、熟語に関してなんですけど、やっぱりオーソドックスなのがこれですね、ターゲット線。これがオーソドックスだと思います。僕もターゲット線使いました。ターゲット線で、まあ、熟語、日本の大学だったら、まあ、どこでも大丈夫だと思います。基本的には、まあ、ターゲット線が熟語帳としては、まあ、いいんじゃないかなと思います。で、中にはですね、このデュオですね、デュオ使ってる人はデュオに乗ってますということで、なんかデュオを使う人もいるんですけど、やっぱり、僕は一冊熟語帳があった方がいいんじゃないかなと思います。鉄壁にもね、熟語載ってるってことは確かに載ってるんですけど、なんかその、熟語も載ってますっていうよりも、熟語しか載ってないっていうのを一個固めといた方がいいかなと思います。なので、熟語帳、僕は個人的に使うことをお勧めしてます。で、熟語帳ないよっていう人は、例えばですね、こういうネクストステージですね、ネクステあたりに載っている、そういう熟語のページですね、を使った方がいいかなと。だからまあ、もし学校指定の熟語帳があるならば、まあ、その熟語帳ですね。熟語帳を使うか、まあ、これ、基本的にはオアですね。オア。アンドにすることはあまりないです。よっぽど暇な生徒だけですね。アンドはあまりしないですね。まあ、ネクステ等のその文法集、文法書の、まあ、イディオムですね。の、イディオム、オムで、オムの章があるならば、それで代用しています。で、ただ文法問題集、文法のところでちょっと話しますけど、文法問題集はありますと。ただし、そんなイディオムに特化したところなんてないですっていう人も結構いるので、まあ、そういう人はちょっとまた考え直さないといけないんですけど、まあ、基本的にはこんな感じでやっています。はい。で、単語と熟語なんですけど、これもやっぱりですね、7月とか、まあ、やっぱり7月でしょうね。7月末までには鍛えたいところかなと思います。これ受験生の場合ですね。ちょっと高1高2だと本人の学力次第によって変えてるんですけど、だいたい高3生だと、高3浪人、受験生だと、この辺でもう力がだいぶ固まっているので、まあ、この辺で、単語とか熟語とかっていうのは、まあ、ある程度蹴りをつけることが多いですね。僕の戦略では。じゃないと間に合わないっていうところですね。はい。です。なので、まあ、ぜひですね、熟語帳に関しては、まあ、こういう文法書で使うか、単語帳を持つかっていう、まあ、このどっちかかなと思います。です。はい、ということで今回、熟語の戦略について話しました。ぜひですね、熟語、きちんと勉強してもらえたらきちんと結果が出るんで、頑張って勉強していきましょう。次回、文法について話したいと思います。今回ではこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。